よう、はあ、無事だったんだな。今夜のご注文はズバリ。リン、どうした？元気ないな。実はついさっき見ちゃったんです。ピアノのこと、応援してくれてた人が落ちている。自分の力だけじゃどうにもならなくて、どうしても越えられない壁ってあるんでしょうか？怖いんです、ヴィンセントさんまでいなくなったらって思うと。大丈夫だ、必ず会いに来るから心配するなって。ヴィンセントさん、道具が欲しければコインと引き換えです。今夜のご注文。金は周囲の石を白い石に変える。聖書は、いや、いらねえ。ああ、モジャさんよ。はあ、失礼。そろそろ今夜はなんだかおっかない地形ですね。特殊な技もありそうです。いろいろ教えてくれよ。こんな技は知ってますか？氷について説明をし、石を掴んだまま移動すれば氷の石の上でも滑らないのだ。ただし捕まったまま移動できるのは引いて。今のところ教えられるのはこのぐらいですが、いつでも聞いてください。やけに協力してくれるんだな。あなたは技だけでなく精神力があります。土壇場の粘りもね。弱者は強者に寄りかかるものです。もっと、ふん、まあ頑張ろうぜ。さっきの技の話、先を急ぎたいんだ。ここが地獄なんかな。だってあいつ地獄に落とすっつったぜ。あいつって？俺がこの間寝た女。本部長は俺の女が。無事だったんだな。よう、噂をすればなんとやらだな。噂？すげえ登り方してるやつがいるってな。技をひらめいたら俺らにも教えてくれよ。もちろん俺らも教えるから。ああ、協力し合って生き残ろうぜ。あいつが魔女なんだ。俺に復讐してるんだ。あいつが妊娠したとか嘘をつくからわかる。あいつって？会社のジムの女だよ。畜生。どういう意味だ？あの女が俺をここに落としてるんなら、毎晩俺の父さんが出てくるのはなんでだ？出てくる？毎晩がでかいのだよ。オイラの父さんが追いかけてくんだ。父親ならそんなに怖くないんじゃないか？いいか、俺はこんなとこさっさと越えてやるぜ。いいか、俺無事だったんだな。ここまで頑張ってきたけど、そろそろ潮時かな。まだ終わってないだろう。悲観するくらいなら一段でも登れよ。前から思ってたけど、あんたって本当にすごいよな。そうやってみんなを励まして士気を高めてくれてすごいよ。周りの景色ずいぶん変わったな。ここ5階層目でもどんどん複雑になってきたな。この先も登れるか不安なら俺が覚えた技を教えてやるから。あんがとよ。あんた優しい羊だな。腹の中じゃ誰しも自分だけ。表面上は取り繕ってさ、偽善だよ。僕は加わらないぞ。一個技を思いつく。別に教えてくれなんて。独り言だよ。氷渡りについて説明をしよう。氷の石の上で滑らずに移動したい。ぶら下がって移動する限り滑って落下する心配がないのだ。
そんな方法、礼は言わないぞ。独り言だからな。次はどんな山なんだ。じゃあな。ああ。モジャ君、生まれ変わるなら何になりたい？え？そうだな、金持ちの息子とかかな。そうか、金があっても幸せとは。私はね、人間以外になりたい。金なんかに振り回されない自由な生き方をしてみたいんだ。次の人生に期待というやつだよな。あ、俺たちは生きてここを出るんだ。生まれ変わりなんて今考えても仕方ねえよ。だろ君、私が死んだら。そんなの決まってる。でも縁起でもないこと言うなよ。なあ、みんなで生き残ろうぜ。もちろんあんたも一緒に。少し考えたいことがあるから先。わかった、必ず来いよ。生まれ変わったら何になり。なことよりあいつから逃げる。あいつって？昔の女だよ。ファン？歌手もどきみたいなことやってたんだけど、一緒にやってたボンボンだけがデビュー。おまけに女も愛想つかして出てった。その女に似た化け物が俺を責めるんだ。どうすればよかったっつうんだ。金が。私のことは気にせず。俺には金がなかった。そんだけの話だ。他人の未来を奪う存在だって。国会な、俺の罪って何？いや、知らねえけど。つか、知って。もう意味わかんねえよ。もう意味わかんねえよ。女がいなかったら男は神のごとく生きるであろう。そして女が終わるところに劣悪な男が生まれるのだ。俺はもうあんな現実には戻らんぞ。おい、正気か？しっかりしろよ。俺はもうあんな現実には戻らんぞ。おい、5層目にたどり着いたっていうのに浮かない顔だね。そういえば今日はピアノの旋律も物憂げじゃなかったかい？いよいよあんたの進化が試される時が近づいてるのかもね。試される？散々偉そうに質問してきたくせに今更何言ってんだ。第6問です。男女の友情は成立しますか？自由だしね。ねえ、もしかしたらあんたの中に新たな可能性が生まれつつあるのかもしれない。その影響は周囲にも及ぶ。気が多いあんたのことだ。新たな道が増えたらさらに迷ってしまうかもね。ただ一つ言えるのは、望む道は必ずしも開かれているわけじゃないってことだ。Thank you.
氷の上では石を掴んで移動したり、ぶら下がって移動すると滑らないぞ。地形に合わせて安全な移動ルートを見つけよう。うわ、また嫌がる。Commencing carry two. Are you ready?よし、ゲット。泣きそうな顔して。だって登れない人がだんだん多くなってきて、もしヴィンセントさんも来なかったらどうしようって。リン、ここで待ってるといろいろ考えちゃうんです。もっとピアノが上手ければ他の人を助けられたかもしれない。自分にできることがもっとあったのかもしれないのにって。おい、しっかりしろ。リンはよくやってるよ。でも俺だけじゃない。リンのおかげで生きてるやつがいるんだ。だから自信を持て。ヴィンセントさん強いんですね。自分も大変なのに他の人まで元気づけてくれるなんて。そんな大層なもんじゃねえって。単にこんなとこで死ぬ気はないだけだ。落ち込んでちゃ生き残れるもんも生き残れなくなっちまうからな。そうですよね。みんなを励まさなくちゃいけないのに落ち込んでちゃダメですよね。わかりました。前向きな気持ちで頑張ってみます。もう弱音は吐きません。ヴィンセントさんがいてくれるだけでなんだか強くなれる気がし。そいつはお互い様だって。俺だってリンがいると心強いからさ。ヴィンセントさんってすごいです。こんな場所でも他の人たちのことを応援して。みんな見た目は羊だけどな。でももうそんなのは気にならなくなったぜ。とにかく大事なのはそいつの中身なんだからさ。大事なのは中身。あ、中身だ。そうなんですね。やっぱりヴィンセントさんすごいです。そんなに。ヴィンセントさんと出会ってようやく思い描いてた演奏に近づけた気がするんです。だから全部ヴィンセントさんのおかげです。俺は何もしてないって。リンが頑張っただけだろ。危ない時は助けてくれて、落ち込んでる時は励ましてくれて。そういうとこずるいです。そうだ、
ヴィンセントさんのために特別な応援ソングも作ったんですよ。いつものお礼代わりに歌いますね。レーレーファイトファイト。ういっす。あんたの登り方って独特だ。そこでその技かみたいな。え、そう？他の奴らもあんたのこと噂してたぜ。お手本にするとか言って。ふん、まあ。よう、お前さんか。どうだ、技はひらめいたか。協力し合って生き残ろうぜ。それじゃ俺がさっき見つけた技からな。サスケについて説明をしよう。石から落下したとき、捕まる場所があれば、捕まれるポイントを発見したら、怖がらずに手を離してみよう。どうだよ、ちっちゃい役に立った。ああ、それで言うと一個思いついた。屋根落としについて説明をしよう。頭上に屋根のように落下する石をよく考えて。おお、なる、実用的ですね。次それ使ってみっかな。どうも、あの人ちょっと気にかけてやってください。ほら、葉巻くわえたリーゼントの羊ですよ。いつも一緒に技を考えてましたが。なんだよ、心配だな。ああいう勢いがある人は気持ちが停止すると聞け。金で買えない命はない。よう、あんた技の話はしないのか。もういい、ここで。え、この上な、またあれが出そうだ。俺を殺す気だ、斧で。む、どういう意味だ。お前、虫けらとゴミだったらどっちだよ。は、俺はね、虫けらの方だ。俺には名前なんかなかった。やがてそれも変わったがね、捨てられたんだよ。忘れろよそんな話。俺だってそうしてよ。もう俺は父さんの年だって越した。この春分かってた。体が言うこと聞かねえんだ。ちくしょう。ち、何なんだよ。あの金ピカ羊いないのか。結局飽きたらいなくなんのかよ。どいつもこいつもふざけ。え、金だ、金さえありゃ全部うまくいってた。あの野郎に会って俺にないのはそれだけだった。大した才能もないくせにデビューしやがって。その途端みんな手のひら返しだ。あの女も俺に価値がなくなったから。あいつのとこに俺は何も悪くねえな。あ、そうだって言ってくれよ。あんた、金を言い訳にしてる。お前、何なんだよ。俺は悪い。俺は。ピアノの子、ガン、最初は歯ぎしりみたいだったよ。俺も負けてらんないな。ここまで来れたのは君。俺は何もしてないよ。気づいてないのか。みんな俺だって君を見習って。それにほら、バラバラだった人。そう言われるとなんか。ここまで来たら運命共同だ。あ、一緒にサメザ。 おい、この上来ますね。あいつ、私が捨てた女ですよ。昨日も一昨日もケタケタを、ま、この上あいつ、私、昨日も、ま、ハン、そろそろ限界だな。なあ、君は愛する人の幸せ。それは当然。たとえそれで
君は理想家だな。どうあっても結婚できないなら。え？でも愛してるんだ。明日こそ言わないとな。別れようと。まずはここを出ようぜ。アンナを傷つけるぐらいならいっそ。どうも。金で買えない道具が欲しければ今夜のご注文は。金は周囲の石を白い石に変える。ドリンクは二段上にジャンプできるぞ。いや、いらねえ。ああ、モジャさんよ、冷やかしとはいい度胸だね。はあ、失礼。またお待ちしていますので。どうも。無事だったんだな。いっせ。他の羊たちもここまで導いてくるとはね。あのピアノ弾きが心の支えかい？でもそれは逆効果かもしれないよ。中途半端で思わせぶりな希望ほど残酷なものはないからね。何が言いたいんだよ。一つだけ忠告しておこう。あの子はとんでもない秘密を抱えている。裏切られないようせいぜい注意することだ。予想外に嘲笑まで行っちまいそうなんで揺さぶろうってか。可能性への第7問です。愛した人の秘密を全て受け入れる覚悟がありますか？そう答えるのか。なるほどね。そうだ、あの演奏についてだけど、もしあれが本物なら不幸な運命をひっくり返すほどの力がある。道に悩み演奏を求めてる人がいたら聞かせてあげると面白いよ。急に何言ってんだ。新たな可能性の扉が開きつつあるってことさ。あんた以外にもね。俺以外にも。さあ、もうすぐ夜が明ける。地獄への道は果たして何でできているんだろうね。ついに今夜の最終エリアだ。敵の流れ攻撃は石をつかめばやり過ごすことができるぞ。
これまでのテクニックも駆使しつつ氷山の頂上まで一気に逃げ切ろう。逃げるまさか キャサリン？ウェディングドレス。待て、落ち着けって。Doom's bride has appeared. It's the killer. Do not die. All the frames. よし、ゲット。よし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 。絶対に。よし。早く逃げねえと。すぐにまた後ろから怖えのが。やっぱりかよ。もうやめろってキャサリン。許してくれ。こんなのは悪夢だ。よし、今夜も生き残ったぜ。おめでとう、見事な登りっぷりだね。これで第五階層暴風の中庭は終わりだ。ここまで来てまだ余裕があるなんてね。明日の夜また会えるのを楽しみにしてるよ。はい、ヴィンセントか。え？はい、あの誰？キャサリンを知ってるな。え？知ってるも何も。あ、もしかしてあんたあの夜リンを追い回してたやつか。追い回す？そんなことするわけないだろ。なんだ、違うのか。じゃああんたの言うキャサリンって。俺はスティーブ、キャサリンと付き合ってるものだ。マジっすか。くそ、お前。うわ、あの子の彼氏。やっぱ俺はめられてたのか。あんな子が急に変だって思ってたけど、こんなん最悪じゃねえか。あの、こいつ切りやがって。そこがどこかも分かってる。え？俺を甘く見ない方がいい。困るのはお前なんだからな。すいません。体目当てか。いえ、そんな。だったら本気なのか。いや。じゃあ遊んだんだな、くそ。彼女とはすぐに別れます。もともとそのつもりだったんで。もともと？本当か。本当です。こんな風になるなんて、その
前のためでもある。やっていいことと悪いことは分かるな。本当に殺すぞ。はい。あの、はあ、うわ、ほんと最悪だ。まったく、どいつもこいつも一体どういうつもりだよ。でもまあ、これであの子のことをようやくけじめつけられるか。確かスティーブって言ってたよな。この話すればあの子だってすんなり別れてくれるだろうし、最後にもう一度だけ会ってちゃんと話そう。音が聞こえたから。悪い、起こしちまったか。その服、パジャマ？寝る時の服がないって言ったらエリカさんがくれたんです。そっか、すごく似合ってるよ。あの、大丈夫ですか？何が？顔色良くないから。いや、それはちょっといろいろ嫌なことがあって参っちまってたんだ。ヴィンセントさん、心が弱った時はこうすればいいってエリカさんが。すげえいい匂い。それになんだか。ヴィンセントさん、好きです。うん。大丈夫。どんな時でもそばにいますから。いや。あ、こんなことしてる場合じゃなくて、ああそうだ、俺あの子と話しつけないといけなかったんだ。ああ忘れるとこだった。思い出してよかった。スティーブなんて知らないよ。聞いたこともないけど。え？本当に？こっちが聞きたいっての。意味が分かんないんで説明してくれませんかね。俺だって分かんねえよ。君の彼氏からいきなり電話かかってきて。は？何それ、私の彼氏ってどういうこと？いや、確かにキャサリンと付き合ってるって言ってたんだけど。てかさ、完全に人違いなんですけど。え？けど私のことじゃないから。じゃあ誰だよ。知らんっつーの。
あなたの知り合いのキャサリンさんのことじゃないの？え？ん？まさか。いや、なわけ。もしかして本当にいいの？あ、ん？いや、待てよ。ん？俺の知ってるキャサリンは浮気するようなやつじゃないだろう。それにこの子の言ってることだって 100% 信用できるとは限らないし、もしかしたら君に隠れたファンがいるのかもしれない。は？何それ。今まで君を好きになった男たちがきっといるだろう。そのうちの誰かが未練持ってんのかも。ほら、君ってすごく可愛いから。え？何言ってんだ俺は。とにかくスティーブってのも偽名かもしんねえし、世の中変なやつがいっぱいいっからさ。やだ、怖いんだけど。あ、ごめん、この話もうやめよう。うん、そっちがしてきたくせに。まさかな。それよりさ、まさかこの後なんだけど、あいつが浮気とか考えられない、つうかありえない。だけど絶対にないなんて言い切れんのか。いや、ないよな。ねえ、話聞いてる？あ、ごめん、よく聞こえなかったんだけど。なんかあなたといるとムカつくんだよね。え？あ、ごめん。別にいいけど。それじゃあまた後でね。ああ、いや、また今夜ちょっとダメなんだ。ダメ、もう行くって決めてんだから。ごめん、本当に今夜はダメなんだ。その今日お腹下っててさ。うん、そっか。まあ元気ないんだったら仕方ないけどさ。じゃあお大事に。うん、ああ。彼女の方が浮気してるかもだって。ありえないだろう、キャサリンに限って。いや、今はそうかもしんないけど、いろいろあったって不思議じゃないだろう。毎日外で働いてんだし、周りの男もほっとかない。第一こんな浮気野郎と一緒だったんだから。ずっと浮気してたみたいに言うなよ。長さの問題じゃないでしょう。たく、ほんと男って勝手よね。つうかその子、さっきまでいたんなら教えろよ。見逃しまって。遊びに呼んだわけじゃねえよ。ああ、俺もなんだかな。なんでこうなんだよ。なんか面倒っすね。まあそこまでへこむなって。彼女って決まったわけじゃないだろ。どうすんだよこれから。どうもこうも確かめるしかないけどさ、なんていうかショックだよ。何がショックよ。もしそうでもお互い様でしょ。ほんと勝手だよね。まったくだ、おっしゃる通り。分かってんだ、俺自身も同じことしてるってことなんだよな。あいつがもし嘘とかついてるとしたらたまんねえよ。それを俺は。うわあ。おい、ヴィンセント。たく、ほんとダメ。ああ、もう見てらんねえよ。こっちまでおかしくなりそうだ。で、あいつ別れたんだって？噂、マジヤバいって話なんすよね。顔のやつれ方とか半端なかったし、このままじゃマジ死んじまうんじゃないかって。そしたら今朝のニュースですよ。マジかよ、勘弁しろよ。つうか会社で聞いた話なんだけどさ。まったく、どうにもうるさくなってきたな最近。あれ、ただの噂じゃないかも。ほら、落ちる夢を見たとき、そこですぐ目が覚めないと死んじゃうってやつ。お客さんでもさ、最近多いんだよね、おかしな夢の話してる人。やめろって、くだらねえ。死んだら喋れねえだろ。どんな夢見てたかなんてわかるわけねえ。夢が何だってんだよ、んなもんクソくらいさ。だろ、ヴィンセント。この人死んでんじゃないっすか。先輩、すぐ起きないと死んじゃいますよ。大丈夫なのかよこいつ。まだ死んでねえよ。便所行ってくる。
トビ、何してるんだ。見ての通り動画撮ってるっす。朝のテレビ見てないんすか。リンちゃん、記憶喪失の美少女ピアニストってすんげー話題になってるんす。しかも演奏してる動画をメールで送るとその人の願いが叶うって噂で。なんだそれ。あら、私は本当の自分に出会えるって聞いたけど。マジかよ。俺が聞いたのは恋人との関係が改善するって話だったぜ。いい加減な噂だな。なんでもいいじゃないですか、幸福のピアノってことで。じゃあ落ち込みまくってるヴィンセントさんにも送ってあげるっす。ユクアルメヨ。おい、俺たちにも送んなよ。いいじゃないですか、送れば送った分だけ効果が増すって言われてるんですから。それも迷惑メールだろ。どうすか、その角度のリンちゃん俺的にすっげーイケてると思うんすよね。ん、ああ。プロ顔負けに上達したな。聞いてるだけで元気になるぜ。なんかコツでも掴んだのか。ヴィンセントさんのおかげです。いや、俺は何もしてねえって。なあリン、今朝のことなんだが。リンちゃん、聞くとこ動画撮らせてよ。はい、いいですよ。あ、俺あの曲弾いてほしいな。彼女が好きな曲でさ。なんて曲ですか。リン、大人気でしょ。今日は店が開いてからずっとこんな感じで大忙しなの。へえ。あら、やだ、嫉妬？リンを取られた気分？そんなんじゃねえって。ほら、ヒナが巣立つ親鳥の気持ちっての。だいたい今の俺はそれどころじゃ。はいはい、もう本当男って勝手ね。一応言っておくけど本気になるんじゃないわよ。心配なのよね、あの子って天然っていうか、そういうことを何にも知らないみたいだし。それにあんたのこと。なんだよ。ううん、なんでもない。
もう無理だったりする？どこにいないで急ぎなよ。なんだ？絶対浮気なんてしないだろう。お前が信じなくてどうすんだよ。分かってんだけどさ。そもそも自分のこと棚上げしすぎだろう。でもさ。なら別れれば。え？お前は浮気してる一方で彼女の潔白は信じられないなら他にね。静かに切れんのやめろよジョニー。別に悪い。ちょっと疲れてんだ。こんばんは。ジェイにようかしら。マーサにようかしら。ねえ、あなたって自分を犬だと思うわよね。自分を猫だと思うわよね。こっちかな。あなた、アリを知っていて？アリ？昆虫の？魔女の使いなんですって。衰弱死した男の口から出てくるんですって。え、そんなんホラ話だろ。ミスタートッドは死んでしまったわ。え？解放の時まであと3日ね。You got a mail。
リー、すっかり店に馴染んだわね。そうだな。ねえ、ヴィンセント、選ぶのは自由だけど、相手を傷つけるのだけはダメよ。うちのお客さんで出たのよ、あの事件の被害者がさ。うるさいおっさんだったけど、いい人だったのにさ。あんまり心配するなって。そのうち解決するよ、きっと。うん、ありがとう。それはそうと、キャサリンの浮気、もし本当でも疑う権利ないからね。疑ってねえって。言っとくけど、私の中で心狭い男のトップを独走中だからね。だったらそのゴール引きの、すっかり人気者だな。ちゃんと演奏を聞いてもらえるのって嬉しいですね。そういえば昨日ここで寝ちゃったお客さんにもお礼を言われたんです。昨日のお客さんってもしかしてリンに絡んできたやつか。はい、何度も謝りながら言ってました。あれから家でよく考えてみたら、奥さんにガミガミ言われるのも尻に敷かれるのも嫌いじゃないかも。迷惑かけて悪かった。ヴィンセントさんにも謝っておいてほしいって。へえ、なんでまた急にそんな気分になったんだ。ピアノの曲を思い出してるうちにそんな気分になったって言ってましたけど。幸せを呼ぶピアノの噂、案外間違いじゃないのかもな。どうした？理想の演奏はできるようになったんですけど、大事なことは何一つ思い出せなくて。落ち込むなって。もしかしたらリンの噂を聞いて手がかりを持ったやつが現れるかもしれないだろ。だといいんですけど、もしこの先記憶が戻らなくてもここにいていいですか。そういうことはリンが決めていいんだぞ。お客さんは喜んでくれるし、バーのみんなのことも大好きだし、できることならずっとヴィンセントさんのそばにいたいです。リンがいてくれたらみんなも喜ぶと思うぜ。よかった。あのメガネをかけないと正気が失われてしまいそうで、トイレに隠してたの誰が持ってっちゃったんでしょう。こうなったら妄想という名の第三の目を開眼するしか。今日は一段と背中はすすけてますね。見えんのかよ、そっから背中とか。今日も何かお悩みで。あのさ、恋人が浮気してるかもしんなくて。あら、自分で浮気してるのに相手の浮気に気をもむと。いや、信じたいんだけどさ、なんかこう不安っていうか。どんな女の過失も男の責任である。確か誰かの言葉です。あはは、でもこれ慰めになっとらんですな。まあ飲んで忘れましょう。知らないことはないのと同じですからね。仮に恋人さんが浮気してるとして、身を引くという選択肢はないから。私は新しい恋のためならいくらでも身を引く覚悟ですぞ。レンちゃんやエリカさんのためなら全て投げ打ってでも。向こうがお断りだろう。でもか、あの子からか。どうかした？別にどうもしないけど、昼間の話だ、私を狙ってるやつがいるかもとか。やっぱちょっと怖いじゃん。いや大丈夫だって。そうかもってだけだし。あのさ、ヴィンセント、キャサリンって誰？え？突然どうしたの？自分の名前でしょそれって。昼間の話、なんか変じゃなかった？
確かに変だったかもだけど。キャサリンって誰よ。いや知らないよ。いやだってキャサリンは君でしょ。うん、じゃあそういうことにしとこうかな。だってさ、もし嘘つかれてたら私どうするか分かんないし。え、じゃあね、おやすみヴィンセント。好きよ。なんだ。あなたに一つ訂正をしなくてはなりません。私ね、元雑誌記者なんですよ。お、やめたのか。取材などに携わってはいますが、書くことはやめたんです。ふん、どうして。昔一人の少女を取材しました。将来を期待されるバレエダンサーでした。貧乏で働きながらけなげに頑張る彼女を応援したいし、記事は反響を呼び彼女は人気が出た。へえ、すごいな。同時に彼女には敵も増えました。人気を妬んだライバルたちでしょうね。度重なる嫌がらせの末に彼女の…え？いえ、すみません、これ以上お話できそうにない。忘れてください。あんま飲みすぎんなよ。連続衰弱死事件の続報をお伝えします。本日遺体で発見されたのはリチャード・デイビスさん、30歳。俺より若い。トッド・ボズモンさん、45歳。トッド？まさかトッドってうちにいらしてた。あの、なんとお見かけしないと思ってたらこんなことに。以上です。第15エリア、ウェザーアナウンスの後は報道特集です。現代の奇跡、美しすぎる記憶喪失のピアニストをお送りします。昨日はどのくらい眠ったの。3時間。ねえ、体壊してしまうわ。このところ休みも全然取ってないでしょ。あ、そういえばまだご紹介してませんでしたか。こちらダニエルさんとアンナさん。ごめんなさいね、この人ちょっと疲れているみたいで。大丈夫か。あまり眠れていないんですって。仕事より体の方が大事だと思うのだけど。そうだよな。別に仕事が忙しいわけじゃない。やかましいこと言わないでくれ。じゃあ結婚式の準備に追われてるのね。忙しそうだこと。はあ、結婚すんの。しないわ。ん？ You got a mail。 女性というのは異性を選ぶお眼鏡にかけては男の日じゃないらしいですよ。何でも匂いで嗅ぎ分けるとか。本当ですかね。実は私、匂い足すミドルを実践してたつもりがエリカさんに加齢臭と切り捨てられました。どうでもいいよ。まあとにかくハンターは女性の方らしいっちゅう話ですわ。カンガルーのメスは相方と別のオスを戦わせては取り替える旅を1ヶ月も続けて夫を選ぶとか。夫のあまりの悲哀っぷりに昨日は自然番組で号泣ですよ。あなた何気にうかうかしてられないんじゃない。 You got a mail。
性は少しでも上等な獲物を毎日探してるってわけです。はい、うかうかしてるとお隣の獲物に乗り換えられちゃうかもですよ。 You got a mail。 キャサリン、懐かしいな。トッドを知ってたか。ここの客だったんだが。いや、ちょっと分かんないな。そうかい。今朝レイの衰弱死をしたよ。今朝衰弱死。口も女癖も悪いが面倒見が良くてね、立派な男だったよ。いつも死なれてから後悔する。できることがあったはずだと。お前さん、死後の世界って信じるかい。死後の世界があるってことは終わりがないってことさ。俺は早く終わりにしたいね。今だってやることがあるから生きてるだけさ。やること？妻を撃った犯人を見つけてこの手で殺す。妻も死んで、そいつも死んで、俺も死ぬ。それで死ぬ気なのか。生きるのうまくねえのさ。悪いが帰るぜ。寝る前に引っ掛けに来ただけなんだ。You got a mail。人前じゃ見えないだろ。人目がない場所じゃないと。そういや、店のピアノの子すげえ話題らしいじゃねえか。聞くと願いが叶うピアノだっけ。犯人が見つかるよう俺も動画撮って。 You got a mail。刺激的すぎんだろ。すいません、トイレ行ってくっす。なあ、トビーって一人前に働けてんのか。ああ、バイクのカスタムぐらいならあいつ一人に任せてるよ。つうかバイクよりまずは女にまたがらせねえとダメだろ。真面目な話、誰かいい子がいたら紹介してやりたいんだけどな。トビーやめえな、たまには俺たちも甘やかせよ。バーカ。
そうと、キャサリンの浮気言っとな。リンがいつも弾いてるのってなん？それがよくわからん。ただこの曲のことだけは体が覚えていて、自分にとっても大切な存在。それが記憶をたどる唯一の。ヴィンセントさん、実はそうだ。どうした？また変なのに追われたのか？いえ、実は家のシャワーの調子が悪くてすぐお水になっちゃうんです。ああ、あのアパートボロいからな。電化製品なら叩けば治るんだけど。そうなんですか？じゃあ今度試してみます。ヴィンセントさん、やっぱ頼りになりますね。母さんにエリカさんの話したんすよ。え？なんて？え？いい人見つけたって。ああ。そうなんだ。まあほどほどにな。うっす。もうこんな時間か。とにかく明日、すべてをはっきりさせねえと。なあヴィンセント、もう俺たち帰るからな。じゃあな。また今日も飲んでるんだ。そろそろおいでよ。最近僕もちょっと楽しみなんだからさ。今なんか。ジョニーもオーランドもあんたもさ、いつまでも女泣かせてんじゃないの。俺はともかく、まあオーランドもともかく、ジョニーのやつはないよ。嘘よ。だってお前と結婚する気ないって宣言して付き合ってるって言ってたじゃん。たくも、男って何様のつもりでああいうこと言えるわけ。お前の人生までは愛してないってことだもん。私だったらまた失踪しちゃう。エリカ失踪か、懐かしいな。勝手にいきなりいなくなったっけ。勝手にっていつまで言ってんの。知り合いのとこ転々としてただけだって。あんたたちがすっごい心配した顔してたのは覚えてる。当たり前だろ、死んだのかって本気で思ったんだから。若気の至りってのは許されるものよ、大人とは違ってね。またそうやって責めんのな。それにしてもあんたらもうちょっと女心を分かってもいいんじゃない。女の子はいつだって全部を奪ってほしいわけ。女の子に言われんなら説得力もあるけどな。そういうこと言ってるとここのツケ今すぐ払ってもらうから。
ちだって浮気のこと隠してんだ。疑う資格なんてないよな。突然ですが、グラスの空いたあなたにカクテルの豆知識を一つ。食前酒によく飲まれるワインを使ったカクテルキール、白ワインにカシスリキュールを加えたもので、とても飲みやすいカクテルです。この白ワインをシャンパンに変えると、キールロワイヤルで王様に。シャンパンにキーチゴリキュールを入れると、キールインペリアルで皇帝になるんですって。食事が運ばれるまでの待ち時間にさりげなく披露してみてはいかがでしょう。以上、今夜のカクテル豆知識。もうかっか。おい、エリカ、注文。まだなんか飲むの？結構遅い時間だよ。で、はい、了解。はい、どうぞ。幸福のピアノか。この最悪な気分を吹き飛ばしてほしいぜ。あの男が言ってた、キャサリンがあの子じゃないって、どういうことだ。突然ですが、おちょこの空いたあなたに日本酒の豆知識を一つ。日本酒、醤油、味噌、みりん、米酢など日本に欠かせない調味料を作り出す麹菌。国の花である桜や菊、国の鳥である雉などと同じように、麹菌は日本の国菌に指定されているんですって。多種多様な日本食文化を作り出す麹菌、大切にしたいですね。以上、今夜の日本酒豆知識でした。もうからか。どうしますか？そうだな。ラムコークな。すぐ持ってきますね。よいしょっと。あの時好きって言ったよな。あれって可愛いものが好きとかそういうのだよな。だって浮気のこと隠してんだ。疑う資格なんてない。もうからっか。どうしますか？いや、やめておくよ。あれ？帰るの？そういえばあんた、メールはどうしたの？
私はちゃんと友達にも送ったわよ。せっかく幸せになるチャンスじゃない。メール君、もうちょっとここにいようかな。あれ？帰るの？そういえばあんた、メールはどうしたの？私はちゃんと友達にも送ったわよ。せっかく。分かったって。心配なのよ。ヴィンセントだけじゃなくて、みんなも最近変じゃない？大丈夫だよ。みんなそんなにヤワじゃねえって。もちろん俺もさ。じゃあまたな。刻み続けている。でも油断してるとあんたの死への秒読みってことになるよ。さあ今夜も始めよう。ここからはさまざまな仕掛けで登山の総合力が試される。爆弾の石は乗ると着火して周りにダメージを与えるので注意しよう。どこだ、ここ。まだあんのかよ。アールサイン。手足ゲット。ちょっと。Dodge!
よし、なった絶対逃げ切ってやる。よし、もうしばらく楽しめそうかな。